はい、皆さんこんばんは。5月7日のショーチャンネルです。今日は一つ制作が実現したって話をしようと思っていたんですけれども、この動画を撮ってると電話がかかってきたり、いろんな連絡が入ってきたりということで、もう6回 中断をしていて、4、5分ぐらいかけて喋っていたので、ちょっと時間も今日はなくなってきたので、こちらの制作実現の話はまた明日したいというふうに思っています。ということで、連休の過ごし方を今日皆さんにお伝えしようかなと思っています。ここに来て結構仕事したりとか資料を作ったりということで、パタパタはしておりましたけれども、比較的ゆっくりできたかなというふうに思っています。趣味のプロレス観戦で推しの DDT がいる、でノアにもいるんですけれども、どちらにも推しが何人かいて、推しの何人かが出る能登半島の震災復興応援プロレスがあったので、それを見に行くっていう形でイエイっていうふうに SNS でやってました。私が見に行こうと思っていた日時は復興応援プロレスではなくて、両国国技館でノアだけでした。まず行くって言ったので見に行ってきました。マス席で見て、初めて聞いたけどマス席ってこんななんだっていう形で、幸い隣が来なかったんでマスを一人で使えてのんびり見れて、でしかも上からだとね、マス席よく見えました。でチャリティーの方は昨日武道館行ってきたんですけれども、放送作家をやっていた時に日程でプロデューサーをやっていた同世代の女性と一緒に見に行きました。清宮選手とかを昔番組でキャスティングしたことがあったということで、割とプロレスも詳しくて、内藤選手も知ってるんだみたいな感じで、知ってるって言っても有名だから知ってるって話だったんですけれども、メッシュを見てウォーなんてやってました。チャリティーではない方、国技館の方でノアだけの時、慶応選手もあったんですけれども、早田選手のサイン会をやっていたので、早田選手は広島出身なので推してます。グッズを買ってサインを入れてもらいました。写真も撮ってもらいました。瑛太選手と早田選手と写真を撮ってもらった早田選手のグッズを買って、このように、サイン入れてもらいました。一緒に見に行って買ったんだよって話をして、チャリティーにも武道館にも出てたので、早田って一緒に友達と応援していて、帰り際に早田選手は初めて見たかも、どんな人って言われて、広島出身でだから私も応援してるんだって言って、ちょっとヒールっぽくてなんか紫が似合う感じの人だよねみたいな感じで、確かにどういう人だろうと思って調べてみたら、なんと早田選手って下の名前が早田じゃなくて名字が早田でした。彩香じゃなくて塩村なのみたいな、そんな衝撃度で、あ、なんか印象違って見えてくるみたいな感じで、上の名前が早田、下の名前は違うっていう感じで、あ、なんだ名字なんだみたいな感じで、お話をしながら書いたという形になります。で、早田選手、あとはおおと思ったのが、広島県熊野町の出身なんですけれども、プロレスデビューはなんと広島県福山市で、私が生まれ育った町でしたということで、より推しになるという形で、今日はゴールデンウィークどう過ごしたのということで、仕事と猫と遊び、そしてプロレスを見に行ったという平和なゴールデンウィークを過ごしたという話で、高齢お一人様政策が実現しますっていう、まだモデル事業なんですけれども、その報告は明日したいというふうに思います。ということで、また明日。あ、よかった。今回は誰からも電話が鳴りませんでした。